はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、名教高校ですね、投手でやっていきます。で、デッキの方なんですけれども、前回はね、全員レンジャーっていう、編成で紫だらけでちょっと苦労したんですけれども、今回は少し色を出した編成にしてみました。風薙くんがバウンサーで青、野五郎くんがガードで緑で、まともがスナイパーで赤といったところですね。で、ただまともがね、金徳ど根性で、シナリオのね、金徳もど根性があるんですけれども、まあ、ちょっとここが被っちゃうところには、なります。で、他の変化球キャラ3人組に関しては、同じなのでレンジャーですね。で、まあ、風薙くんね、またお借りして使っているんですけれども、投手の場合はコツでね、やっぱり低めを持ってるっていうところが、サンタ立川と相性がいいかな。まあ、一応怪我しにくさっていうのもあるので、まあ、怪我しにくさがね、5までいければ、まあ、掴んでいってもいいのかなと、思います。で、この編成だと一応変化が4枚で、彼女枠ルナちゃん、球速の五郎くんのコントロール、風薙くんというところになっているので、まあ、バランス自体もいいかなと思ってます。あとはね、音符がね、どれだけ揃えられるかっていうのもあるんですけれども、ここはコントロールだね。やっぱり最初はルナちゃんで、技術は多分大丈夫、技術は多分大丈夫だけど、精神がね、ちょっと不安があるんですよね。やっぱ精神持ちのキャラって結構貴重で、なかなかいないんで。天空中央で彼女があるけど、それは今回意味ないでしょ。どうしようか、赤があるからね。回復力アップってね、結構こう使いやすいんだよね、発動すればだけど。技術変化球か、まあ、最初だからこれやっとくか。よし、 OK、まあ、発動率はね、結構高めではあると思いますけど。あ、ここは回復しながらちょっと行こう。どうなんだろうね、ものによってやっぱり発動率とか違うのかね。イベント経験点とか発動しないとねマジで使い物にならないから。コツにするか揃えるかといったら、ここはルナちゃんの評価は一応乗ってはいる。野五郎君と監督がいるのか悪くないね。ただ虹谷だよね、やっぱりちょっと虹谷ポンコツは欲しい、本当に。よし、まあまず、よしよしよし、コントロール、とりあえずコツをくれること。コツがね、揃っちゃえばね、いいんですけど。で、風薙はね、今回敏捷ポイントをくれるんですけど、そこまで敏捷のはけ口がないんで、ここ美味しいね、3人。守備連、監督か。まあ、友沢もね、初期評価がそんな高いわけじゃないんで、ただまあ、敏捷はね、もう稼げるんで、評価かな、どうしよっかな。回復力があるから、悩むね。いや、それよ、ちょっと。音符を揃えていきましょう。学フレベル1でも4まで揃えられれば結構もらえるのかな。あの、トータルの経験点は変わんないはずです。あとはどこにどう振られているか、どっかでね、また1ターンで揃えられればいいんですけど。お疲れ、まあ、最初はね、みんなの評価が乗ってないんで、音符1個しか手持ちがないんで、メンタルはやる必要ない。ここだな、ま、回復力があるとね、マジで揃えやすい。練習がね、できるからね。ここで減らされるんだけど、まあまあまあいいでしょう。で、ここは効かない。一応伸びを掴んでおこう。で、3ターンで3か、3ターンで3はもう無理だな。ということは、まあ、コツをもらいつついきますか、立川。伸びとかくれれば呼んで掴みたいけど、これは一番上にして、牽制、牽制じゃなくて、真ん中だ。またやっちゃった、真ん中にして打たれ強さが欲しかったんだよ。いつもタックができんな。早いな、全然揃わねえんだけど。
まあいいや、もらっとこう。西谷研究中央。ルナちゃん骨格相変わらずの速さだな。今回前指めっちゃ軽いからね。ルナちゃんと風投げを入れるとすっげえ軽くなるから。メンタルにあるね、ちょうどいいかったね。よし、 OK。 まあでも5418か。34になるとだいぶもらえるんだな。変化球、友澤がまだ持ってない。どうしようかな、まあ、1だったら別にいっか。緑筋力、まあ、筋力も別にね、うーん、悩むな。コツ的な問題だな。こっちにしよう。精神1ある、よし。スカウト3強化も上げつつと思ったけど、これどうしようか。どっちでもいい、どっちでもいいよね。どうせだったら変化球にする。少しでも敏捷ポイントを吐いておきましょう。で、風投げの金徳が終わり。まあスタミナちょうどみんな評価乗ってないし、やっていきましょう。で、まあもちろんね、野五郎くんは怪物球を取っていきます。さすがに重すぎる、いくらなんでもね、重すぎるよ。街道は1個しかねえわ。メンタルディア、追加の楽譜ですね。野球マンはね、結構いいんだよね。得意練習率アップがあるからね。で、これは上にしても切っちゃう、まあ、下にしてもいいんだけど、下失敗する恐れがあるからね。コツか監督か、もうすでに敏捷ただあるからな。ちょっとルナちゃんの評価も上げるという意味で変化球練習しましょう。で、立川ジャスミン、ナンバー12パーか、微妙だな。17パーか。で、今回はね、一応ね、カロリーベイト、カロリーバーか、持ってきたんですけど、ここで使っちゃうかっていうのはね、一つあるんですよね。一回デート消化しよう。自然回復力でどれだけ怪我率が下がるかだよな。ちょっと回復して、2、結構下がるね。ただみんな乗ってるんだよな。ここで評価上げられる人がいてくれればよかったんだけど、あとメンタルとかにね、来てくれてればよかったんだけど、どうしよう。守備はやりたくない、スタミナにしよう。一応タックが来てる。変化球、無理だな、メンタルにしよう。次で揃えられるかどうか。で、これどうする。敏捷もいいや、敏捷取っとこう。貴重は貴重だからね、敏捷というもの自体が。で、虹谷はもうもらったんだよね。まともがまだか。かといってな、やるもんがねえんだよな。やるもんがなくて次終わるから、いや、デート進めよう。ちょっともったいないけど、回復して、で、次楽譜を変えて、ま、クリスマスとかも挟んでくるから、だいぶ楽にはなりそうだね、揃えるっていう上では。で、ここは体力の条件を上げて、あ、低めがあるね、低めがあるね。ただな、天空中央でちょっと変化球を稼いでおきたいっていうのもあるんだけど、技術か、いやー、まだ狙えないかな。
評価乗ってない人とかいるからね、なるべくみんな、けーこれしか、これしか発動しない、なんだろう。風投げ、パワフル効果9、打たれ強さ、打たれ強さも取っちゃうか。ちょっと精神をもらっておいて、あれこれもノゴロク以外全部終わったよね。あー、ルナちゃんやっぱ乗ってないか。でここでクリスマス、これどうしゅ、どうしゅるってどうする。で一番上にして怪我しにくさを取ろう。で最悪風投げが怪我しにくさをくれる恐れがあるんで、で4かでゲットで、うん、虹谷だね。まあ、音符より虹谷だね。やっぱりどうしても虹谷のコツは欲しい。よし、脱三振。今回キレが欲しいんだよな。ちょ、失敗してるけどさ、まあいいや。大凶じゃなければ OK、 まあ小吉いいでしょう。それなりにポイントもらえるからね。ここは変化球、次で揃えられそうだね。メンタルで揃えられればバンバン剤。体力減らしたくないから真ん中にしよう。ムード丸にはならなかった。 OK。 何もあげてないけど、ゲあでも大丈夫か。怪我率が下がってるから。でもさ、あと何ターン、あと4ターンか。ここもなんかやりてえなーって思ったけどな。監督評価全然ないからね。ちょ、やろう。あ、今回のねコツは絶対欲しいかって言われるとそうでもないんで、でいやメンタルに来ないな、メンタルに来ないね。あと3ターン。デートしよう。あ、ちょっと待って。例によって。変化球。今回は何から揃えていく？まあ、カーブでいくか。カーブ、スライダー、フォークのうち1種類はなんか、つけときたい。こうスタンダードな変化球として。イベント経験点のね持ってるキャラとかだと割と調整して楽譜をゲットできるんですけど、3球で決める、振れ、振らない、もう一回振れ、振った。割とね高めの球をねルナちゃん振ってくれるんで、これも触れないでおこう。上もなんかね失敗するんだよね。いやマジでこうメンタルに人が来ねえな。どないする？いいや、進めよ、どんどん進めよ。ゲッ空手と、もういっか、回復力はあるから。ときめきとワールド、こんな時にメンタル来てもどうせさ、次バレンタインなんですけど、少しまた技術があるね。コントローラー3まで来てんのか。じゃあちょっと E まで持ってきましょう。でノゴロくんだよね。よし、カイドウ、ついでに監督の評価も上げられると。カイドウは最後に余ってたら使っていこう。試合経験点ボーナスがつくんで。失敗しやがった。出たよ、まともざわのさ、マジで失敗する。そこまで高くないんだよね、まともって成功率。
復活はもうちょっと掴めるときに掴んでおこう。脱散も掴んで、これもいや掴もう。で打球反応は読んでいいでしょう。で牽制ももう掴んで緩急きれいね。一応掴めるは掴めるな。さすがに敏捷ポイント風投げで稼ぎ出したからな。低めか、そうだ低め欲しいんだよな。あここにあるじゃん低め。最後にしよう。じゃあ風投げがもしかしたらくれるかもしれない。ど根性で取れなかったからね。ちょど根性取りに行く。いやいや大丈夫か。行こう。よし一発で揃った。これでかい。しかもまともポーカーフェイスいらん。マジでいらん。お、また揃ってる。いいね。これはでかい。しかも虹谷だ。ダブルタックな逃げに。よし、きれい。あ、これは回復しよう。お前失敗したんだから、せめてさ。ここで貢献しろ。あとはちょっと楽譜を見ながらだな。しょぼいな、3。まあいいや、これにしよっか。なんか最近、するかっていうのをさ、噛んでさ、シュルカーになっちゃうんだよね。2号くん。で、一応これは死んでしまう。カロリーバー。カロリーバーだ。食おう。これは揃えるでしょう。ちょっと変化球見てみよう。あー変化球も友沢風投げだから技術がだいぶ稼げるね。ちょっと変化球にしようかな。コツ的にこっちもありなんだけどな。やっぱコツにしようか。やっぱり超優柔不断だな。切れコツ掴んでない。あ練習が来た。よしよしよし。回復要因だこいつは。であと4ターンでもう4だからね。これはいけるでしょ。どう考えてもいけるでしょう。すっげえな。友沢と風投げが重なるとめちゃくちゃ技術稼げるね。やっぱり精神だな。今回の課題は精神。10かけよう。その意味でもな、コンコツ5にしたいんだよな。低めとかさ、直取りしてもいいんじゃないか。じゃあまあちょっとこれはまあ普通に3個埋まるしね。音符もで監督は大丈夫でしょう。うわー体力を削ってくる。絶対大丈夫でしょとか言いつつさ、日たりかカロリーバー食って練習できるかっていう話よこれ。でメンタルが何にも埋まらないのか。ちょっとカロリーバーだけだときつくないか。食ってみるとりあえず。いや微妙だ。どうだ4%。これさ怪我しにくさちょっと丸にしてみる。少しでもこう不安要素を減らす。31使うのね精神を。いや4%から2%。よしよしよし。これで虹谷がポンコツをくれれば OK。 切れ潰してねまあいっか。でどうするよ。本当に精密機械。いや直取りしちゃうか。直取りしよう。余っちゃってもしょうがないからね。今日の切れ足も取っとく。打たれ強さもなんだかんだで5にはなってんのか。ということはよ、ということは、んールナちゃんデートがあと2回か。いやこれで終わらせちゃおう。ってことはちょっと待ってね。なんかしょぼいやつにしておいて揃ったらまあやるみたいな。技術稼げるやつないのかな。あーここか。もう低め取っちゃったしね。技術変化球野球マンちょっと後にしよう。ってことは黒ファイのしょぼいやつにとりあえずしておいて、で
これを見るけど、ちょっと 15% は怖いからデート。次、ちょっと揃えられる。あー、メンタルがあるね。まあ、ちょっとメンタルで回復しつつ揃えて、これ何気にね、体力減らされるからね。でここもちょっと安定的にやめておく。体力が回復できる、揃えられる、スタミナ、まあ、揃えとこうか。揃えられる時に揃えておいて、で一緒にデートもこなしていく。あ、ここもちょっと回復していきます。下無理はさせない。で揃わない、一応見ておく。まあ3つあるけどね、まあ、別にって感じだからね。じゃあデートしよう。え、ちょっと待ってね、それとも3つにしておいて残り5ターンでしょ。3つやっとこう。で精神で揃えられればゲー、危ねー、体力は回復してくれた。とりあえず体力は回復してくれた。揃えちゃおう。じゃあげきとう第一って何くれんの、その経験点的なもので。いや、しらす欲しかったな。しらすこういう時に来てくれるとな、いいんだけどな。残り3ターンでしょ。いや、もうカロリーバーとかないからね。一応1回メンタルで回復しつつ1個埋めとこう。これで3つくらい埋まってくれるとね、すっげえ楽になるんだけどね。一応先発か、もういいや、任せよう。ど根性とか取れなさそうじゃん。精神なくて、よくよく考えれば。いくつ使うの、直取りで277か。ルナちゃん、ルナちゃんだな。まあもうすでにあれを取ってるっていうのが、復活ね、取ってるのがまあでかいんだけど、じゃあ今回はシュートでも取っとく。あとスライダーでいっか。超スローボールとかね、技術吐くのにはいいんだけどね。ちょっと球速を上げていきますか。144。スタミナに振る精神がなさそうだな。相変わらずなんか俺すっげー点取られんな。どういうピッチングしてんのか見たいよね。ここは揃わない。どうしようか。コントロールでちょっと。で最後にメンタル。OK、でここで回復しての、で次はちょっと体力のある状態でやりたいので、一回デートをしてルナちゃんを乾燥させて自然回復でちょっと体力を持ってきますと。あれ無理だよね、走者釘付けありかなって思ったけど、ちょっと無理だね。クイック取ってないしね。でここからじゃあどうしようかっていう、低め取っちゃったけどな。まあでも技術は大丈夫か。じゃあ精神だよ、精神。ディレイドアームか、ディレイドアームとか弾持ちねえから無理だ。精神マジで何もねえんだけど。どこもない。あ、メジャーか。メジャーもうちょっと置いときたいな。だ
ったら、だったら、ちょっとディレガーマも無理そうだからね。あ、根性、根性取りに行こう。よし、一発目である。守備か、まあいいや、やろう。根性がマジで欲しい。ワールド高校のテーマってさ、これ太平楽のテーマじゃん。虹谷がいる、あ、虹谷がいるけど、ちょっと気になるんだけど、ワールド高校のテーマじゃなくねみたいな。まあいいや。いや、こっちはこっちで美味しいんだけど、ちょっとこっちにします。今回はちょっと根性を取ることを第一優先で、次怪我しにくさ、精神で取れればめちゃでかい。これ何、異能にしてみよう。アンドロメダ変化球か。よし、精神あるね。こういうとこもできんだけど、精神で回復しつつ揃えると。で、いや微妙、3色か。まあメンタル3色だったらいいでしょう。次で揃ってくれないとちょっと困る。よし、揃ってる。メンタルにはない。風投げか。怪我しにくさをな、取る。精神力があるかどうか。4まで持ってったけど18か。いや最悪、最悪、怪我しにくさでもしょうがない。でそうすると残り3ターンでしょ。怪我しにくさ、もうそもそも怪我しにくさしかないのか、コツが。でもういいや、打ってこう。どっかの精神で音符がめっちゃ揃ってくれると楽。練習だけでいくとな、一回休みを挟まないといけないから、いずれにしても絶対精神を挟まないとダメだね。うわ、カザナギがいるんだ、ここのチーム。カザナギとマトモがいるんだ。打撃力、打撃力には定評があると。今回二遊間完璧でしょう。カザナギどこ守ってんの、サードかよ。普通にさ、セカンド守ってくれよ。あ、でもセカンドって誰が守ってんの。シトウさんってどこだっけ、ポジション。まあ、シトウさんがセカンド守ってくれればそれはそれで安心できるね。だ、もうデートは終わらせてあるから大丈夫です。ここでね、デートが終わらせてないとちょっとね、きついんだよね。いやー、メンタルが無理か。メンタル1か。だったらここだよね。いや、ルナちゃんから根性を狙うっていうのも一つありだな。ルナちゃん牽制だっけ、打球反応だっけ、どっちか忘れちゃった。あ、打球反応か。打球反応は取ったでしょ。あとジャイロボールか。最悪ジャイロ自画撮りする。結構きついんだけど。変化球がきついんだよな。今回変化球そんないっぱいあるわけじゃないからね。精神がきついんだよね、その代わり。2か。3。緑か。いや、どうしよっかな。いや、超悩む。ここでな、3つ埋まっててくれれば絶対メンタルにいったんだけどな。いや、ちょっと変化球ポイントにしよう。足りてない、変化球ポイントが。え、ここ揃わないでしょ。いや、メンタルになんもねえわ。じゃあ寝る。42%だってもうなんもねえもん、アイテムが。42%はさすがに無理ですよ。寝よう。おい。で、コントロールもな、スタミナがそもそも少ないんだよ。 D に上げとこう。3球種目も全然取れないね。技術が余っちゃってるのか。お待たせ、共に絶対点取られるよね。名教、ここはなんとか追いつ、そんなもん取り返せば全く問題ない。初球から打ってた、これはヒットになります。俺かいな。お前は自分の手で取り返せ。投げた、爆速ストレート、ボール。
内角低め、いいところですが外れ、これは入ってこないね。アウト、ワンボールワンストライク。投球これから4球目。打った、切れていきます、ファール。投げた、もう際どい、フォアボールになってくればすげえ嬉しいんだけど、そういうわけにはいかない。いいね、走ってくれた甲斐があった。紫藤さんちょっとやる気がないけど、これはあー超えなかったか。どんだけ点取られるのマジで。ワンアウトランナー二塁という場面で白木初球を取りました。いいところに飛びすぎてしまったな。なんで代打なの友澤。しかも無理だし、だって友澤が出てないとかおかしくねえか。友澤を下げてまで誰が出てんだよ。はっきりしたボール球、第2球投げました、打ちました、ヒット、笠薙一気にホームイン、とりあえず逆転をした。俺に根性をくれ。根性プリーズ。来なかったか、誰、虹谷か。もうここはどうせ揃わないんだったら、メジャーにして、あ、これ精神あるじゃん。試合経験点と回復力が発動してくれたから、もうそれはそれでいいや。回復力上がってる？か。しかもまた揃わないんか。立川。うん、まあ変化球足りてないからね。変化球ポイントをくれるのは全然いいですと。やっぱ技術が余っちゃってんな。技術だけ使うやつっていうのがね、ほんとなかなかないからね。どこっちょとか。まあ一応まだルナちゃんがいるからね、置いておこう。クロファイト技術結構使うから手応え。ちょっと3球種目まだいけねえか。あ、3球種目取ってあるんだ。スライダーを上げていけばいいんだ。そうだよ、いや、なかなか編成が難しいね、ここは。お待たせしました。そして絶対点を取られる。マジ何なの。ここは何とか追いつきたい。ノーアウトランナー二塁という場面で、やべ、投げました、アウトロー。どんだけ俺の尻拭いをしなきゃいけないんだよ、みんな。投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、打ちました、やべやべ、なら二塁まで走ってくれる。そこから横田くん、フェア。センターへ飛んだ。バッターは8番白石、投げました、初球を打ちました、ヒットになります。繋いで繋いで点を、点を返しました。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、最後第2球投げた、打った当たりはヒット、打球が転がっている。メイコー追いつきました。もう点を取れるときに紫藤さんは狙ってくる。さすがよ、メイコー。横田くんよく出てくるな。ワンアウトランナー二塁、初球ミートがでかいからね。メイコー1点入りました、7対3。こいつももう狙ってこう。初球打って出た、レフトの後ろ。メイコーさらに1点追加、8対3。初球空振り、タイミング合いません。こいつマジしょぼいからな。第2球投げた、セカンドライナー。危ね。これで紫藤さん。ランナーは2塁変わりません。打った、初球打ち、ダイレクトだ。ちょっとやる気が下がってたから、パワーも下がってたから。外れた、ボール。第2球投げた。あ、これはセンターだね。一応ここは突破したね。あ、回復量増えてんな、やっぱり。いやー、不利だ。次は揃えたい。あと1回練習ができるからね。
風薙だ。よし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 。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で風薙。友澤は今回ちゃんと出てるね。伊藤さんももちろん狙っていく。初球から打ってったスタンドに入りました。ファール打ちました。交代ヒット指導ヒットを放ちました。メイキョーなおもチャンスが続きます。完全に外れた。ボール大きく外れました。力配分されてるし投げた。ストレートはボール低め。カウントは力配分されてるくせに全力ストレートだから、ね、全力で投げてるの力配分してるのどっちなのみたいな。第4球を投げました。打って出ます。抜けた。ボールは中継。友澤じゃなかったから抜けたから。なおもチャンスが続いています。あースプリットか。少し意識しすぎたか。セカンド牽制。タッチはセーフ。二塁はセーフ。ちょっとだけ早かった。第3球を投げました。打ちました。なんとか食らいついてる。次は4球目投げました。アウトコース高め。ストレートは外れてボール。カウント1ボール2ストライク。投げました。アウトコース低め外れてボール。球数を投げさせよう。カウント2ボール2ストライク。投げたっていうほどのキャラでもないんだけどさ。取ってこれで3アウト。メイキョーダメ押しのチャンスです。ノーアウトランナー2塁という場面で角田。投げた低め。あー今ボール球だったかな。抜けた。モザワヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。第2球投げた。うん、入ってきたか。第3球は打った。これは強烈。さらに伸びていく。トモザワ次たる風投げだ。初安打。バッターは5番風投げ。今日3打目。今のもボール球だったね。トモザワ3塁回った。メイキョーこの回さよなら。矢部君も第9狙う。第2球投げた。外角高め。ボールカウント1ボール1ストライク。第3球打ちました。今何が発動した。四球ヒットを放ちました。メイキョーなおもチャンスが続きます。いった。デッドボール満塁のチャンスにバッター白石。今日はここまで3打数1安打。結構危ない球を投げてくるね。第2球打った。蛇島ボールを掴んだ。2塁フォースアウト。メイキョーなおもチャンスが続いています。今度は大声が出てないのか。こいつはどっかポジションかぶってんだな、きっと。ここはよく選びました。投げました。きた。宇宙艦一投。入った入った。メイキョー。それなりに経験点をもらえた。最後。球速か。じゃあなんだかんだででも精神360まで溜まってきたか。球速をもうちょっと上げときますか。じゃあまだ144だもんね。150152 で、コントロール C。ゲー足りんねマジ。何なんだスタミナが全然足りない。ど根性が取れなそうだ。とりあえず根性だけ掴んどこう。いや精神だね。ど根性を取ろうとするとやっぱ精神キャラ入れないと無理だ。ただ2個だ。最点取られる。この何なの。ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で友澤。第2球投げました。危ない球。今季は3球目投げました。おおっとスライダーだったか。一塁線切れてファー投げました。打ちとセンター前クリーンヒット。友澤よく打てたな。メイキョーなおもチャンスが続きます。打ちました。初球打ちヒット。ボールが転がる。メイキョー2点返しました。笠谷タイミリー矢部のやる気は一段階になってる。なおもチャンスが続いています。ファール投げました。ボール完全なボール球。カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目。3球目空振り。次が4球目投げた。ちっと多いな。出た。まあ、もう別に負けてもいいんだけどさ。あそうダンスね。モブの顔と変わんないですよね。さあ次
次の投球打ちました、取りました、これです。まだ勝負は諦めない。こいつはショート守ってんの、全然ダメだで、友澤がセカンド守ってるのか。今回カーブはボール、バッターよく見ました。第2球投げた、大声とかさ、そもそものポジションどこなの、ショートなの本当に。さあ、さよならよし、さよならだ。ワンアウトランナー一塁二塁という場面、ほい、大声打った、ファールボール、もうこれは完全なボール球、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げた、ボール、インコースへ、カウントはツーボールワンストライク。次は4球目投げました、はい、ゲー球速おっそ、こいつ見送ってボール、カウントは3ボール2ストライク。第6球ははい、オッケー、完全なるヒーローだな、大声くん。微妙な点数だ。そっか、復活も取ってるからね。もうとにかく精神だな、やっぱ精神系を誰か入れとかないと無理だ。うん、まあこんなもんでしょう。途中のな、音色を揃えるところがそんなにうまくいかなかったからね。で、手応え取っとこう。あとは一応ど根性取れるから取っとく。せっかくあのシナリオ金として取ったんで、友澤が失敗しだしたからな、まあ、よくあるんだけどさ、友澤が失敗すること自体は。いや、技術すっげえ余ったわ。精神が足りなくて技術をさばく余裕がない。クイック取っとこう、弾道上げとこう。バランスだね、やっぱり精神はいた方がいい。スタミナ D しかないし、そもそも。いや、技術300も余ったよ、もう使いどころないよね。だってリリースいや、低めとさ、精密機械直撮りしてこれだからね。まあそんな感じですね。ちょっと今回はね、だいぶ精神不足に、悩まされちゃったんで、やっぱり精神を稼げるキャラが一人、まあ、いた方がいいかなという印象でした。という感じで、今回はこれで終了したいと思います。まあいろいろね、ちょっと、編成を試して、今回色を揃えたっていうところも、まああったので、まあいろいろねなかなか難しいですけども、まあ、もう少し、試していろいろやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。